もう一回お伺いしたいのは、日々 の、 あのトレーナー活動の中で鍼灸を具体的に使われるっていうのは、あの先ほど言った寝違いとか、腰痛とか以外にもありますか？そうですね、もちろん練習とか試合が終わった後のケアの中で、まあ、マッサージよりも早くこう、まあ、時間があんまりないとか、まあ、やらなければいけない部位が多すぎる時にはもう全体をまず緩めるっていうところで針を使ったりとか、まあ、その方が早く緩んだりすると思うのでっていうのと、女性のところに関してだと、まあ、男性でもそうだとは思うんですけど、女性の方が顕著に出てきてるので、僕が今見てる選手、あのちょっと東洋医学的に、あの経絡で治療したりっていうのも最近ちょっと勉強し始めました。なんか AT さんの口から経絡って聞くとなんとなく新鮮なんですけどでもなんかそこもまあ10年近く経って改めて気になってきたっていう感じですかね。そうですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、AT イコール西洋医学っていうイメージが強いですけど、まあ、それで僕もずっとやってきたんですけど、なんかうまくいかないこともいっぱい増えてきたので、だったら今鍼灸を持っているので、じゃあ鍼灸のところでまた別のアプローチができないかなっていうのも考えて、で僕の周りのトレーナーさんで結構経絡使う方とか何人かいらっしゃったので勉強させてもらって教えてもらってっていうところですね。で自分でもちょっとずつ勉強は改めてですね、学生の頃全然しなかったので東洋医学はなるほど。あのこれは私の個人的な質問なんですけど、針は何番の何寸とかが多いんですか、使うのは。前はこの針もその対症療法的に貼ってるところにバン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 強刺激で入れてたんですけど、その時は例えば腰だったら何なら2寸とかも使ったりとかしてたんですけど、2寸の3番とか5番とかもあったんですが、今はほとんど寸3、僕の手のサイズ動かす範囲で寸3がちょっとちょうどよくて、寸3で0番か1番をほとんど使いますね。パルス流すときはもうちょっと太いのでいきますけど。結構洗練されてきたって感じですか？そうですね、洗練はまだまだだと思うんですけど、あの教えてくれてた人が、まあ、0番とか1番使ってて、で同じようにやろうとしたらやっぱり同じようなサイズでやらないとうまくいかなかったので、最後に、まあ花田学園、大きく行った時の花田学園後輩になる大学の後輩たちに向けて、またこの動画を見ているその今から AT になりたいなと思っている人たちに向けて何かメッセージをお願いします。あと学生の間に、まあ、僕みたいに今更10年経ってから東洋医学を改めてやるっていうのも、まあ、人それぞれなのかもしれないんですけど、せっかく学べる時間があるうちに東洋医学ちゃんとやっといた方がいいな、ちゃんと教えてくれる先生たちがいるときにやった方が、改めてやると改めてセミナー通わなきゃいけないとか余計にお金もかかってくると思いますし、時間も必要になってくるので、あとはまあ若いうちの頭がまだ若いうちにそういう勉強をどんどんした方がいいかなと思います。でトレーナーを目指すからといってやっぱり鍼灸を持っている以上は東洋医学があった方がもっと分かってた方がいいなっていうのは本当最近つくづく思うので、
でトレーナーだけで一生生きていけるっていう人なんて本当にのわずかなので、鍼灸師として生きていけるために東洋医学を勉強された方がいいかなと、まあ、僕の後悔というか反省を込めてるですね。確かにあの AT になりたいけど実際にこう席がないとか枠がないとかっていうことで、あのなんていうんですかね、希望したようには働けないっていうか多いと思うんですけど、そういう子に向けては何かありますか？そうですね、トレーナーの世界ってまあ昔から多分今もそうだと思うんですけど、つながりが強い世界だと思うんですよ。例えばすごい腕があるとしても、であの人とのつながり、先輩とか横のつながりがあんまりなければ仕事の話も入ってこなかったりもするので、まあ、いろんな場に顔を出して、でいろんな人とあのお話をしてっていうところから、あのポロッとお仕事の話が来たりするので、まあ、そういう人間関係を大事にした方がいいのかなとは思います。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。